はい、ということでハンター黒田幹雄さんでございます。よろしくお願いします。拍手でお迎えくださいませ。いや、俺が持ってるよ。もう持ってるよ。自分の持ってます。それぞれゲストが椅子を持って登場するという、シュールな光景がこれから。大変申し訳ございません。ありがとうございます。分かったよ、勝ちさん。これはもうセルフサービスなんで、はい、すいませんセルフでやっていただいております。ということで、初めまして。あ、初めましてですよね、そういえば、うん、今う、はい、お話しして、初めまして。 NHK、 本当にあの元です。元、はい、この、はい、この天気がすごいよね、 NHK から。いやすごいですよね。ああ、ちょっとだけ自己紹介させてもらってもいいですか。ちょっと お願いしていいですか。黒田幹雄と申します。今ご紹介いただいた通り、あの元々 NHK で、自然番組を、あの主に一番長いのはあのダーウィンが来たというですね、日曜日の、番組を長年ディレクターで8年ぐらいやっていて、で NHK に24年勤めたんですけれども、今年の8月に退職しまして、これからは北海道に移住して、狩猟採集生活をしながら、生きていこうと思っております。本業ハンターってすごくないですか。すごいですよね。なんでまたその狩猟、うん、に目覚めたというか。もともとはその僕がたまたま会ったカナダ の, あの先住民の僕の師匠がいるんですけれども、その方がその自分の家族の食べる肉はそのお父さんである自分が取るんだっていう、そういう方で、そういう伝統的な精神をすごい大事にしていて、まあそういう狩猟に同行する中で僕もすごくそこに憧れていきっていうのと、あとはもう一つ、その野生動物をずっと撮影という形でその命の美しさとか強さを番組という形で伝えてきたんですけれども、そうではなくてもっと自分自身がその自然の中に入り、彼らの一部の中に入り、彼らの言葉の中であの大地の一部、水の一部という言葉がありまして、これ人間を指している言葉なんですよね。で彼らの言う本当の人間、あのカナダの先住民の言う本当の人間、大地の一部、水一部、水の一部というものにいずれ自分もなっていきたいなとっていうふうに、思って決断したという感じですね。はい、あのお前も弟子入りしたな。あ、はい、あのそうです、ね、もうこういうのやめて、はい、その靴も捨てて、はい、これもですね。いやでもそのなんていうの、ここにもいろんなビジネス展開してる人とかモチベーターもいるし、あのほら自分のやってること、まあ、ほら NHK って言ったらある部分いいポジションにいたわけですよね。あのいろんな体験してそういう番組撮れて、でもその NHK の組織を出て、で自分自身が自然界の中に入って、そういうネイティブの人と一緒にこう暮らして漁をするっていうね、そこにこうブレイクスルーしたというか、そこにギア入れてもそうするんだって思ったのは、当然自分の今この日本での生活、そこの部分で自分の中に何か葛藤があったのか、そしてそこを見てここに命があるっていうか、この生き方が自分の生き方にふさわしいって思っても、そこにギア入れてそうするっていうのってまた違うと思うんだけど、その心境に至らせた何かは何なの？そうですね、あのその先住民の方と初めて会った時にすごくシンプルなんですけど、本当初対面の時に、うん、Hey, life is once、うん、Yeah, you gotta do what you wanna do と、人生は一度だから、お前のやりたいことをやるべきだっていうことだよね。助かります。全然通訳です、はい、っていうにストレートに言われて、うん、ドストレートに言われたんですよね、うん、で自分がその人生でやりたいことって何なんだろうっていうことはずっとそれから考えて、うん、必死に考えて、でそのテレビ番組を通じてその命の美しさ、うん、たくましさ、強さを少しでも多くの人たちと子どもさんたちに知っていただくということもその一つだったんですけれども、やっぱり、まあ50まあ、今51なんですけれども、そろそろ本気でその、まあ、NHK のディレクターって別に、ね、何人もいるんで、うんうん、本当に世界で自分にしかできない生き方をしなくちゃいけないぞと、というふうに、まあ、背中を押されたような気持ちで、はい、ここに七尾っていうのもいるけど、きっとそのね、決断って魅力的だよね。ね、
いや、なんだろう、ここに人生の転機、まあ、50人生、昔は50年だったけど、案外こう30代に迷って40代の後半から、ね、それこそ50代の初めなのかな、生き方ガラッと変わって、あ、これだっていうね。僕なんかもう40代後半まで結構迷ったんだけど、40代後半でこれだっていうところにギア入って、もうずっとその軌道に乗って、今もう72になっちゃって、だからなんかすごく、また幸せ感というか幸福感っていうのはまた違うじゃん、世の中のお金とか地位とか名誉とか肩書きとは違う、はい、で、あなたにとってそのお前何か言いたかったら言ってくれていいんだよ俺、はい、何かその自分にとってこの豊かさの方がこれからの自分の人生にとっては大切だなってやっぱり思う何かがあったわけでしょ。そうですね、うん、まあ、いろんな、まあ、自分で狩猟するようになってからやっぱりその自分でその命を、うん、まあ、奪うわけですよね、うん、でそこにやっぱりその喜びもあるんですけれども、もちろん悲しみとか彼らが目の前で命を失っていく苦しみとか、そういうものを目の当たりにしますし、そういう中で本当にそこにその真実、自分が何か見たかった真実がある気がしたし、とても知ってるんですよね。そのいただきますっていう風に、皆さんもいただきますっていう風にね、命に関して、命に対してありがとうございますって皆さんもお肉を食べると思うんですけれども、じゃあ一体自分がそのいただきますって感謝してる命がどういう命なのかっていうのは、スーパーでお肉を買うともう分からないじゃないですか。牛肉か鶏肉かは分かるけれども、それが何歳なのか、オスなのかメスなのか、どんな生き方をしてきたのか分からない。ハンターは唯一自分が食べる肉で、自分がそのみんなに食べてもらう肉が生きていた姿を自分で見てるたった一人の生き証人なんですよね。だからその狩猟っていうと、その動物を捕るっていうことがメインだっていうふうに皆さん思うと思うんですけど、僕が考えるハンター、漁師の本当の役目というのは、彼らがどう生きたか、どこまでその生きることを諦めずに、で生きている時にどんだけ彼らが強く美しかったかということをきちんと自分も踏まえて、みんなにそれをストーリーをシェアして食べて、そうやって食べるとものすごく気合入るんですよね。その自分が撃った鹿にとか熊に、そういう彼らに恥じるような人生を送ってはいけないっていうふうにやっぱりすごく思うんですよね。ナギわかるか、ナギ、ね、彼も料理人だから、いろいろ作るんできっと集中して聞いてると思うんだけど、いやいや、結構ストイックな、ある部分自然と共に生きる生き方だから、都会とはガラッと変わるじゃない、そしてやっぱりその撃った動物を食べて自分は生き残ってるっていう意味では、その動物が犠牲になってるっていうね、バイブルの世界の中にアダムとエバの子供がカインとアベルだったんだけど、そのアベルはその羊飼いっていうか家畜を営んでて、そしてそのカインは作物をあれしてたんだよね。で彼らはその収穫とか、またその動物を神に捧げるっていう儀式を重んじてたわけ。そして捧げるものは最高のものを自分たちが食べるんじゃなくて、最高のものはこの天地万物自然界宇宙を作り俺たちを生かしてくれている存在に捧げるものだっていう部分で、動物を犠牲にし、また作物を捧げるんだけど、神はそのカインの捧げ物よりアベルの捧げ物に目を留めたってあるんだよね。でそのアベルは最初のウイゴの一番おいしい、本当は皆が食べたがる最高のものを神に捧げ、自分は食べなかったっていうんだけど、まあ結構犠牲にするっていうその流れがバイブルの中にあるわけ。例えば
あのアベルとカインのお父さんはアダムとエバだったんだけど、彼らは善悪の木の実から取って食べるなって取って食っちゃって、そして結局自分たちが裸であることが恥ずかしくなって、イチジクの葉っぱで自分の隠し所を覆うようになったんだけど、神は、ね、そんな恥ずかしがるなって言って、その羊 の, その動物の皮で彼らを覆ったってあるんだよな。で結局動物が彼ら の, その罪の犠牲になったっていうようなシーンがもう創世記の一番最初から出てくるわけだから、その動物をこう犠牲にする、そしてまあ結局バイブル読んでいくと最終的には神が自分の一人子を犠牲にするっていうところが俺らの救いなんだっていうメッセージが来るんだけど、俺最近読んでてすごく犠牲にするっていうことが、あのそれは例えばここで働いてる人が今日ここに来るのに時間を犠牲にして来てるんですよ。でその犠牲、そのこの誕生日に皆さんが犠牲にして来てくれてることが俺にすげえ愛情を感じさせてくれるわけですよ。なんかあのアーサー生きてくれてありがとうとか、あ俺の人生に何か触れてくれてありがとう、これ犠牲なんだよね。で今日あの動物を犠牲にするだけじゃなくて、やっぱりそういう精神が今日ここに来てくれて、こういう会話に一緒にあの話す機会をこう提供してくれているあなたも、ね、俺たちは動物みたいなけど、もうその生き方が犠牲が伴ってるから、このミーティングもなんかみんなの何か今まで聞いたことないハンターの角度からの話を聞けるっていうね、まあ、ちょこっと俺それ付け足しておきたいんだけど、はい、お前もその犠牲にするっていうことに結構興味持ってたんでしょ。あ、そうなんです、そうなんです、うん、はい、聞いたら、あ、そうです、うん、あのお疲れ様です、お疲れ様です、いや、まあ、あの出会わせて一緒にお食事をさせてもらった時に、うん、まあ、ハンターって、ね、聞いてたんですけど、うん、あのお話をさせていただいて、その獲物に対するもう 僕らとかの次元を超えてる強烈なリスペクトがあるんですよ、うんうんうん、そんなにリスペクトしてるのに命を奪うっていうお仕事をされてるっていうのはどういうことなんだろうっていうのを、うんうんうん、そのご飯を食べながらもずっと聞かせてもらって、で、あのみきおさんがおっしゃるのは、いやでもそのスーパーで肉を売ってるとか不自然ですよねっていう話をずっとされるんですよね、うん、もう確かに、とでもスーパーの肉食べればよくないですかとかでそういう話をしてて、いやそれでもそれ不自然だよねって話して、で、毎朝僕がやっているクラブハウスにもゲストで出てもらって1時間かけてずっと聞いた時に、みきおさんが見た自然、その初めて狩猟民族と一緒に狩りに行った時に、人間も自然の一部の中に溶け込んでいって何の淀みもなく獲物に銃を向けて射止めたっていう、その自然に帰る、自然っていうことに対してすごく衝撃を受けたみたいなお話をされた時に、僕も一瞬だけ追体験できたんですよ。あ、確かに俺ら不自然の上に成り立ってんなっていう、本当の自然ってそっちなんだと思った時に、いつもアーサーさんから言われてる、お前は金ばっかり追っかけて結局金も稼げねえくせにって言われてる、その不自然の上で俺めちゃめちゃ頑張ってるなっていうのにをなんかリンクできた時に、お二人の話を聞いてみたいなっていう。じゃあお前が仕掛けたわけだな、これをな。はい、そうなんです。 OK OK、 いつもの通りだな、はい、なのでミュートにしておきたいと思います、僕は。いや、OK、 いや俺あの何て呼べばいい、あなたのこと。ミキオで。ミキオ、はい、あの俺ミキオのそのスピリット好きなんだよな。その自然の中に入ってその自然と共に生きるっていうのは、自然って厳しいじゃん。あのたまに紅葉にね、この辺だったら下呂温泉の紅葉を見てね、自然の中に入るのは楽しいけど、そこでずっと暮らすとなるとまた別問題だよね。そこで今度どうやって生きていくんだっていう意味ではハントするわけだよね。でもそのなんていうのかな、その動物をこあの殺してそれを解体するわけでしょ、全部で綺麗にあの残さないで食べるっていうのも一つの大切な礼儀なわけでしょ、感謝するっていうことで。だからあのなんていうのかな、もうそこに生死感があるじゃない。で俺たちも
いずれは死ぬわけだよね。まあ、戦争をしてない限り殺されるっていうのはないかもわかんないけど、まあ事件で殺されるっていうのもあるかもわかんないけど、事故で死ぬっていうのもあるけど、やっぱすげえ生死感を考えさせられるんじゃないの。その動物を自分が撃って自分自身が主体となって殺してるわけだから、うん、そこに、例えば動物愛好会だったらきっとあなたのことを結構バッシングすると思うんだよね。あんなそんな尊い動物を殺してっていうね。でもそういう人たちに限って自分たちが、まあ、例えばね、俺アメリカ十字架担いで歩いた時に、あの牛がいっぱいいる家畜で、十字架担いでもう牛がうーんって言ってこうもう何百匹っているから、俺そのバッグで写真撮りたかったわけ。このハワイの若者が写真撮ってるから、ね、撮ってくんないかって嫌だって言うわけ。かわいそうだって言うわけ。え、どうしてって言ったら、いやみんなこれから死ぬんだと、うん、だから俺はそういう写真撮りたくないって言って、で終わってから昼飯食いに行こうって言ったら、そいつハンバーガー食ってるわけさ。どういうことで、どういうことって、ねね、牛は取りたくないけどお前ハンバーグ食ってんじゃんって、どういうことなんだって。これがやっぱり世の中の考え方だと思うんだよね、うん、だからそういう部分をリアルに体験してるわけじゃない。そうですね、あのさっきね、あのかっちゃんが、うん、あの言ってくれた、僕の目の前で初めて、うん、僕の師匠のターギッシュクリンギット族という部族なんですけど、うんうんうん、のキースという師匠なんです。彼が、ミュールジカってミュールディアっていう鹿を取った時に、全部その取って教えてくれて解体して、うん、でミキオ、これがあの狩猟で一番大事なことだから、これを絶対忘れないよって言って教えてくれたのが、うん、全部その綺麗にお肉にして解体した後に、うん、この喉のですね、この気管っていう、うん、あのパイプを取り出して、でそれを木の枝にかけるんですよね、うんうん、で今はその自分がその鹿を殺してしまったから、ずっと空気が通っていたこの器官が今空気がもう通らないと、うんうん、でもそれを枝にかけると山の風がそこにまた吹き抜けて、またその鹿が息ができるようになって、うんうんうん、大いなるもののところに戻って、うん、また新しい命を授かってまた循環して戻ってきてくださいというふうにきちんと感謝をして祈るんだと、うんうん、これが狩猟で一番大事なことだから、うんうんうん、これ絶対忘れないよって言われて、うんうんうん、で僕も今まであのもう鹿も何十頭も取ってき、うん、あの熊も何とか取りましたけど、うんうん、それだけは欠かしたことがなく、うんうんうん、その最後の息を引き取ったのはもう僕が引き取って、うんうんうん、その彼らの最後の吐息を自分が吸ったんだなっていう意識はとてもあるので、だからまあその動物の亡骸、またその解体したものはもう自分たちが食べてなくなるけど、そのスピリットは残ってるんだという意識だよね。アニミズム的な意識なのかな、うん、だから僕の一部にもなって一部になってるし、はい、またあのそのスピリットがこう自然の中にこう融合しているんだみたいな部分の発想だよね、うん、だからすごく命の尊さっていうのを大切に、ね、してるよね。俺あのネイティブアメリカンの祈りっていうのが好きなんだけど、250年作られたネイティブアメリカンの祈りってこういう祈りなんだけど、美の中を歩かせてください、赤と紫の夕日を見させてください、私の手にあなたの作ったものをめでさせてください、愛させてください、あなたの声を私の耳に届かせてください、あなたが我が人々に教えたことを理解できるように私を賢くしてください、あなたが葉っぱや岩の陰に隠した教えを学ばせてください、私は力を求めます、それは兄弟よりも強くなるためではなく一番手ごわい敵自分自身と戦うためですと、いつも気を入れてと素直な目であなたの元へと迎えるように私を準備させてください、消えゆく夕日のように私の人生が消えていくとき、私の霊が魂が心がソウルがスピリットが恥じることなくあなたの元へと迎えるように、うひほへはー、涙ちょちぎれるぜベイビー、この暗記力の素晴らしさでもこのやっぱり彼らのそのやっぱり自然から学ぶっていうか、まあ、松下幸之助も学ぶ心さえあれば万物すべてこれ我が師である、語らぬ石流れる雲、つまりこの広い宇宙、この人間の長い歴史、どんなに小さいことにでも、どんなに古いことにでも、自然の理法、宇宙の摂理が密かに巻きついている、また人間の尊い知恵と体験がにじんでいる、これらすべてに私は学びたい。やっぱり極めていく人たちって皆同じ聖なる領域に入っていくなと思うんですよ。
だから今そういうインディアンと共に自然の中で生活しながら、その命とか死とか、またこの自然授かっているこの尊いもの、それを自分たちがいただいて生きている、その命の意味とかっていうのをすっごく逆に自然と向き合いながら、動物と向き合いながらきっと感じてるんだなと思うんですよ。でも社会の中だと、もう地位や名誉や肩書きだ、金だ、ファッションだで、そういうところで捉えられてる人間だから、もう半端じゃないギャップがあって、こういう人間に自然の中で暮らせるかって言ったら、ちょっとバケーションでは行っても、そこで暮らしてたらもうあまりにもその孤独に耐えられなくなって無理だって思うんだけど、もうあなたはもうそこをある部分捨ててるわけ、捨ててるっていうか、そこから背を向けて、こっち側が今の自分がいるべき場所なんだって選んでるわけでしょ。そうですね。そして多分そこまでの悲壮感もなく、うん、もうちょっと自然に、うんうん、こっちが居心地がいいなみたいな感覚もちょっとあるかもしれない。そうだよね。だからそこにもういるからもそういう心境になってるんだけど、行ってないやつらきっとそういう俺が今言ったような感覚だと思うんだよね。もうこの世の、ね、金への執着心、勝成、金への執着心、勝成、金への執着心だからもうある部分仙人だよな。いや、そうなんです、仙人だよな。現在の仙人と言っても過言ではないし、逆にサバイバルとなると教えてくれるような生き方を、はいはい、でそのうちにこの世の中が混沌とした状況になった時に、サバイバルのやり方を学ぼうったってもう遅いかもわかんない。でももう彼は準備してるよね、はい、そういう意味でもうハントできて、自分が生きていてきっと俺は彼の弟子になって、ね、そのアーサーこの、ね、熊の肉おいしいよって、熊って虫湧いてんじゃないのとかさ、いろいろ聞くから、あどうなの、やっぱり虫湧いてるのっていうのはシャバに近いところにいるから、 どんな動物が虫湧いてんの。いや、熊は虫は特に湧いて、腸の中に、うん、多少寄生虫みたいなとか、うん、鹿の肝臓の中に寄生虫入ってますけど、肉には何も入ってないです。全然問題ないです。おいしい、めちゃめちゃおいしい。匂いとかないの。ね、ジビエって言うと皆さん匂いを気にされると思うんですけど、多分それ美味しいジビエを食べたことがないんだな。本当に美味しいです、ね、本当に美味しいです。僕も料理人の方何人も連れて、その場で、山の中でコンディションいいと焚き火焚いても、その場で解体したてを肉を焼いて食べるんですけど、あとレバーとか、いやもうやばい、皆さん絶句します。本当、あそこにいるモヒカン彼連れて行ってあげてください彼料理人だから、もうフランスの大使館で料理したりする人だから。熊の肉作ったことある？ない。食べてみたい。食べてみたい。熊はもうほんと脂が最高にうまいんで、もうコクワとか山ぶどうとかフルーツばっかり食べてるんで、もう肉解体してても香りが本当にこうナッツとかフルーツの香りです、本当に美味しいです。すいませんけど奥さんいるんですか？そこで奥さん一緒にハントしてんの？一緒に暮らしてんの？5頭ぐらい一緒に解体してるんで、そろそろ。やっぱりターザンにはワイフがいるんだね。いや全然都会の人みたいな感じじゃないですか。いや、ね、めちゃめちゃ都会の方で、めちゃめちゃ都会、もともとね、もうブランド大好きみたいな感じで、うん、そうです、そういうで、なんかマリコさんもみきおさんのブログを見て引き、その世界観に引き込まれて、で、お付き合いするなんて、今やもう山の中に一緒に暮らされてる。すごいな今や心強い相棒ですいや、本当どうですか、女性諸君、そういう新しい人生を開拓しては。そうですね。いや、でもどう、住んでるところはどういう感じのところに住んでるんですか？今ちょうど移住してる最中なんですけど、築50年の古いもう森の中に入り込んでる家を、なんと僕がこういうことをしたいんだって言ったら、無償であなたの夢を心で叶えてくださいっていう素敵な言葉とともに、
土地と家をもらったんですよ。あ、もらったんですよ。おい、だから使命あったらついてくるんだ、そういうものが。もらえるなら僕お前みたいに金を追っかけてから何も来ねえんだよ。金を追っかけるのやめろって、そしたらついてくるんだよ。いや、でもやっぱりそれだけやっぱり生き方持ってると応援したいという人がいるんだよな。いや、本当ありがたいです ね。いや、これさ、モチベーターの皆さん、金ばっかり追っかけてんじゃないよ、工事。いや、あそこに一番稼いでいや、いやでも学べると思うんだよ、すごく。で、将来はやっぱりなんかそういう都会の人をあの招いて何かしたいっていうのもあるの、夢の中に。そうですね、もともといきなりみんな狩猟に興味があっても、いきなり狩猟を自分でするってすごい大変なんですよ。銃の所持許可を取り、狩猟免許を取り、だからあの興味があるっていう人をもともと連れて山に入ってたんですよね。僕がそうやって狩猟に興味があって、その体の師匠と出会って、彼は僕を心よく連れてって言ってくれたので、まあ僕がある程度その狩猟のスキルとかその精神性をある程度あの準備ができたら、今度は僕がそれをあのやらせていただく番なのかなと思ってますので、そういうことをその入り口を体験してもらいたいなと思ってますね。だからこれただの遊びの冒険じゃないよな、生き方の冒険っていうか、だからあの好奇心があって興味があっても、そこにどっぷり入るかっていう人っていうのは、やっぱりそこに何か生きがいを感じない限り、なかなかそこまで入っていかないれないじゃないですか。でもその体験みたいなのをすると、味わうと何かこう精神的にインスピレーションが来るような気がするんですよね。だからあの逆に今度都会に帰った時に物事の見方がガラッと変わるんじゃないかなと思ったりするから、なんかそこの実体験のあれってすごくいいんじゃないかな。でも僕もあのその彼をあの差し上げます。意見入れとして。プレゼント。よろしくお願いします。いや、そうなんか美京さんにも一度かっちゃんも狩りにおいでよって言われたんですけど、もう朝さんの宣伝もそうなんですけど、なんかノリでいけないっていう。ノリでいけない重さがあるけど、でも一度はと思うんですけどね。でも凪さんとか最初にやってそうですけどね、やっぱ命の尊さとか。勝成は、はい、あの結構破天荒に見えてギリギリのところ来たら保守的になるんだよ急に守りに入るんだよな。なあ、だからすげえ素早い、もうすげえこう自分守り始めるんだよな。はい、で周りがどんどん変えられていくと、どんどん自分は残されていって、でそこで自分葛藤してんだろ。葛藤してます、はい、葛藤しております。いやでも、いや素晴らしいな、あの誰でもできることではないけど、それをやって喜んでやってるっていうところにすげえメッセージがあるような気がするよね。ぜひ、うん、みきおさん講演をこれからはどんどんされて、そうですね、あの講演会とか、はい、あと小学校、あの中学高校で授業をやらせていただいたりとか、はい、いろいろそういうこともやっていこうと思って、はい、ぜひあの皆さん後でみきおさんと名刺交換していただいて、あの今日はですね、本をみきおさんこの間出版されまして、小学館さんから出されたんですけども、原稿を読ませてもらったんですけども、本当にいいんですよ。普段自己啓発とか僕らよくビジネス書とか読んでると思うんですけども、そうではない本当に命とか、その獲物の一つの命の物語を描かれていらっしゃるんですけど、なんかこっちが本当の自己啓発でこっちだよなっていう。そうだよ、だからお前金儲けの本ばっかり作るんじゃなくてこの本を売りさばけそうだでもあの出版前に僕がちょっとあのすごくどうしようかなってなってる時にかっちゃんに相談して、ものすごい的確なアドバイスを、あの時韓国ご出張中だったんですよ、ね、ただの旅行ですね。韓国なのにもう30分ぐらいで200ページ以上の本を読んで、30分後に打ち返しをしてくれて、本当にもうかっちゃんのおかげで出た本なんで、本当に引き込まれるようなかっちゃんとの合作だと思って皆さん読んでいただけると。こいつは人と接するのがうまいし、あの人を乗せるのもうまいけど、自分となると引いていくからねいや俺大好きなんだよ勝成あの
いやだから勝成が連れてくる人たちってみんなやっぱりあの生き方持ってるよね。いやそうなんですよ、うん、僕が今まで出会った中ではもう本当に、うん、なんていうんですかね、とピュアって言うとピュアだよね、はい、原始的だよね。そうなんです、うん、もう本当に世の中に迎合一切せず自分の道を歩まれてるっていう中で、これはもう絶対リアルで朝さんの誕生日にお話ししていただきたいと思った方なので、ぜひ本30冊だけ今日僕買わせていただいたんですね。で、あの安売りとかではなくて、1個は300円のお釣りを用意し損ねてたっていうのと、ありまして、で読んでもらいたいっていうのがあって、今日1000円で話しても大丈夫ですか。僕あと残りは負担させてもらいます。聞かなかったことにします。で出版社の方に値段が書いてある通りになっておりますので、ぜひ30冊しかないのでお買い求めいただいて、本当にあの読んでもらえると分かると思います。じゃあもっと深く知れるもんね。はい、いやもう本当にすごいいい本ですよ。ぜひ、はい、買って読んでください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ブレッシングナイトのバースデーナイトの、ゲストは黒田みきおさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。